皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの投稿、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もですね、ギターバックにボードをインということでね、第5回目、前回はですね、このミュージックワークスのバックンボードにですね、8個もの、ミニエフェクターを置いてみました。いいですね、壮観ですね。でもね、ちょっと見ててはたと気づいたんですけどもね、まず一つはね、直列ボード、こんなにね踏めんのかと、スペースがね狭いので置けたのはいいんですけどもね、これつま先で踏まないともう運用的に無理かなと。それから直列なのでね、インプットとアウトプットがねエフェクターに直になってしまうので、通常サイズだったらね固定性安定性がいいんですけどね、ミニタイプなのでね、ちょっと本番の時のね運用、安定性のところでちょっと厳しいかなということもあってですね、ジャンクションボックスね、こう上の方にありますけど、これをねやっぱうまく使いたいなと思ってですね、パワーサプライをねちょっと避けてみました。そしたらですね、またも、大きな問題があってですね、MXR のねエフェクターの場合だとですね、DC ジャックが上についてるんですよね。こうやっぱスペースがちょっとないんですよね、ギリギリなんですよね。これをどうやって解決するかなということもあってですね、まあ、今回あんまり進まなかったですけどもね、次回はですね、この DC のねインアウトの部分、それからね、全体のインプットアウトプットのジャンクションボックスの部分ね、対処していってですね、この、バックンボード、綺麗に見せていきたいなというふうに思っております。それではね、次回も楽しみにお待ちいただきたいと思います。それでは本日も音楽と機材の総胸に元気に過ごしてまいりましょう。ありがとうございました。